柿って本当に美味しいですよね。実はこの柿殻、地球の環境を改善してくれるすごい力を秘めているってご存知でしたか？サステイナブルディベロップメントゴールズ、通称 SDGs とは、2030年までに達成すべき持続可能な開発目標。世界レベルで取り組む活動を見ていきましょう。知りたい SDGs。 日本では水洗トイレが当たり前ですが、世界ではまだおよそ20億人もの人が衛生的なトイレを使うことができていません。そのうちおよそ7億人が野外で排泄を行っていて、排泄物からハエなどを媒介し、感染症などが拡大する要因になっています。新型コロナウイルスの感染拡大を防ぐためにも手洗いの大切さが注目されていますが、トイレの整備も感染症を防ぐだけでなく、公衆衛生の向上には欠かせません。こちらは広島県福山市にある環境浄化事業を行っている企業。この企業の取り組みとは、広島県の特産の牡蠣ですね。この牡蠣の殻を使ってですね、水道がない、下水がない、そういうところでもですね、水洗トイレができるというアクアメイクというシステムを開発いたしました。実は広島の特産品である牡蠣の殻には極めて高い浄化能力があるんです。その高い浄化能力を利用し、トイレから排出される汚水を高度に浄化して循環再利用することで、水道や下水道などのライフラインがない場所にも水洗トイレを設置できるシステムの開発に成功。酸性の汚水は牡蠣殻のアルカリ成分が溶け出すことで中和されます。この環境により微生物が活発に発生して、水中に残った汚れを分解してくれるのです。最終的に活性炭を入れたフィルターでろ過することで、完全に無色透明のきれいな水になります。現在このアクアメイクは公共のトイレをはじめ、富士山の8合目など全国におよそ700カ所設置され、さらに中国やスリランカなど海外にも導入されているんです。そして今、地震などの災害時に使用できる移動が可能な水洗トイレの開発を進めています。アジア圏の観光地、また世界遺産、そういうところでですね、水洗トイレがきれいに浄化されて、そこで汚れが出ないというような形のものを取っていきたいと思っております。牡蠣殻にこんな使い道があったとは驚きです。水道も電気もない場所で自然のものだけで作られるこのトイレには、まだまだ可能性がありそうですね。